車来た。だからもう止めるもんないって。何それ。ま、山本さん、どうですかこの状況は。はあ、全然ダチャガンはもうこんなに怒って声張り気でも運転手なんかスーッと無視して通り上がっていくから悲しくなっちゃうわ、悔しいわ。この沖縄県民のね、みんながこう反対しながらさ、抜け抜けとさ、似合いなしがさ、車をもっと走行させてくれない、うん、許せない許せない。もう体にね、沖縄心ないね、はい、沖縄県民の時代が沖縄の心の隠しをもう一度選択も、はい、でも、はい、今の怒りはそんなもんで消さない、はい、もっとみんなが立ち上がって立ち上がって、はい、押し返すような、はい、スクラムコメント感、はい、もう負けない、はい、頑張る。全国の皆さんよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、楽しみだよ。お疲れ様や。もうゲームだと思ってやろう。なあ。リクシメオン。オッケー。大丈夫。車まで戻ってください。明日5キロ先やろう。明日5キロ先やろう。楽しみだけだろうな。もうゲームだと思ってやれ。なあ。はい。ラグビーのゲームだと思って頑張れ。よし、戻ろう。よっしゃ。はい。ぶっ倒れなよ。北守に裏をかかりはしましたけど、まあ、急遽北の方へ移動して、11時まで粘り抜いた皆さん本当にご苦労さんでした、大きな成果です。教訓を得ました。多分今日は昨日の攻防受けで変わった手に出るだろうということは十分予想しながらも、北の巡回を出す巡回をちょっと弱かったなって感じがします。大きな反省です。ただ、特に高校さんたちを中心に、付け回して途中サボタージュを入れながら、ここまで来たグループと合流できて、そして大きな力を発すことができました。頑張りました。たくさんの皆さんが頑張ってくれてます。成果です。団結よい、それじゃあ、めげずに明日以降も頑張っていきましょう。団結頑張ろう。ありがとうね、はい、まあ勝利の展望が見えたんだね、はい、そんなに落胆しませんよね、はい、だから必ず機動隊の鉄壁の守りというふうに言っても必ず誇り出てくる、はい、こんだけ長丁場でこんな長距離ある、長い長い距離があるとね、向こうだって鉄壁な構えてもないからね、うん、その誇りをつきながら、はい、行きましょう。やっぱりあれですか、辺野古と比べたらその攻撃範囲が多いから高井は本当に大変ですかね、やっぱり。まあそこ大変でもあるけど、うん、逆に言うと攻めやすい。ああ、なるほど、うん、守りづらくもあるけど攻めやすい、はい、
だって荒れるところに、はい、あの出没鬼没すればね、はい、彼らを翻弄することもできるし、はい、まあ、そういう意味では、はい、今日はいい成果ですよ、はい、彼らが釘付けにして裏を変えた風にして反対側のまたスカイスカーつけてきてね、はい、まあ、今日のようなある意味は起点、はい、まあ、やっぱり温度大事なのはそれだよね、はい、躊躇しない、はい、判断をすぐ即時に出す、はい、そして次なる行動に移る、はい、まあ、そういうことでしょう、まあ、でね、あの先日高井橋のところで琉球新報さん の、ね、あの記者さんも排除されて、うん、もう報道の自由も、あの高井橋のところって電波も本当にあそこないもんだと思っていいぐらいの電波入らないところなんですよ、はい、悪いですよね、はい、当たり前からね、それをいいところになんかやってたって聞いたんですけどね、やっぱりまあうちはある意味、はい、そういう例えば報道の規制がされるととても厳しくなるけど、はい、まあ、幸いにやっぱり地元の新聞全力かけて報道する姿勢を崩さないし、はい、今回のような記者を威圧して萎縮させるような行為があっても、はい、記者を上げて反撃をしてるでしょう、はい、ここはね、まあ、すごいなと、はい、地元の新聞固定勢力とどんどん対立して、勢力関係を疎遠としてもね意に介しない、はい、今度の新聞もほとんどそうでしょう、そうですね、だから権力が重いて、はい、安倍という職会楽しんでるのが本当でしょうね、はい、そういうことして新聞記事が回るかなと思うか、そうですね、まあ、それではちゃんと起きたことを書いて、うん、それは憲法上の自由、保障されている報道の自由をね、はい、内外指導することだと、で報道の自由というのはさ、はい、単に記者が報道を報じるというだけじゃなくて、その見る側の自由はだよね、そうですね、見る側がやっぱりどういうことが起きたかを見なきゃならないし、うん、理解しなきゃならない、それを奪うということでしょう、うん、だからやっぱそれは ある意味、うん、報道の自由の侵害というのは報道の圧殺やな、はい、そういう思いですよね、はい、まあ、そのことはやっぱり地元の記者が毅然として反撃してくれたと、はい、まあ、また明日から、ね、暑くなるけどもまた明日からどん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 やっていくという感じで、はい、そう、まあ見ての通りですよ、はい、別に彼が動けば俺も動けばいいだけし、はい、動いたところで止めますから、はい、見事ですよ今日裏は書かれたようで11時まで止めたんだからね、はい、大したもんですよ、はい、はい、しっかり頑張ります、頑張ります、はい、ありがとう、ゴルサです、はい、ここから通過したダンプカーがまだ工事現場に入らないから車止めてるんだそうです、ひどい話ですね、トラックが作業現場にまだ入らないから警備会のために警護のために我々止めてるんだそうですよ、ちょっとこれひどいんじゃないですかね、もしあれでしたら U ターンするようにお願いします。何の規制？何の規制ですか、馬原さん。馬原さん何の規制？答えてください。規制内容を教えてください。馬原さん規制内容を教えてください。え？ちょっともし。だからどこ回る？だから何のために規制してるんですか？こう U ターンしていただくように。U ターンでだからおまわりさん何のために規制してるんですか、行けないでしょ、申し訳ないです、なのでいやだから規制内容教えてください、規制内容、はい、いやちょっとお願いしますよ、おまわりさん規制内容教えてください、なんで規制してるの、警察が規制しますので今しばらくお待ちください、だから規制内容教えてください、なんで規制してるのかっていう、警察官の指示です、はい、すいません申し訳ないです、だから警察官の指示ってなんですか、だから内容を教えてください、な例えば交通事故が起きてるか規制していますとかいろいろあるじゃないですか、何のために警察官の指示で規制しますだからこ今この際交通渋滞が起きてるか今規制していますとかいろいろ問題あるじゃないですか、だからそういった類のことを聞いてるわけですよ僕は、どちら行かれるんですか、だから北の方ですよ、ちょっと今行けれませんので、だからどういった理由で
だから規制してますので。だからどういった理由で、理由を教えてください。だからアハの人も困ると思う。アハの方行きたいんですよ。アハのガソリンさ、あ、入った入った入った。